皆さんこんにちは。パーソナリティの稲峰です。ネット集客は、ウェブラボ、ネット集客は自分でできるの時間です。ウェブラボはネット集客20年の専門家パーソナリティとネットサーフィン大好きなアシさんと2人が、小さな会社、小さなお店に役立つウェブマーケティングのことを分かりやすく楽しく紹介する番組です。佐藤さん、今日もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、やっぱりもうこの話題かなと思うんですけども、はい、WBC 勝ちましたね。おめでとうございます。もうね、テレビもうね、メディアつけたら、うん、ラジオとかもそうなんだけども、はい、ずっとこの WBC の話題なんだけども、佐藤さんね、ライブでね、見れたみたいね。見ました、うん、無理やりよかったね。いや、感動。なんかね、ちょっと、うんうん、気になってあれはね、うん、絶対見た方がいいね。で、最後の場面もやっぱり見た、あの大谷が。もうドキドキしちゃった、うんうん、お願い、うん、ここで決めてくれ。結構ね、8回もね、ダルビッシュがね、そうそう、投げてる時も結構追いつかれそうで、そう、もう1点差だったから、ね、もうこれは分からんぞと思って、でもすごい試合だったし、やっぱり野球ってね、こういった意味でなんかすごい、うん、なんていうのかな、スリリングで面白いなって思う。なんか ね本当に、うん、あんまりプロ野球っていうか日本のやつも毎回見るっていうほど、うんうん、詳しくはないんですけど、うんうん、やっぱりね、なんかそのそれぞれのチームの好きな選手っていうか、強い選手が集まって世界と戦うって、もう、うんうん、そうだね、面白すぎる。レベルもね、すごい高かったし、うん、でその決勝の前のね、メキシコ戦もすごかったしね。すごかった、あの捕手っていうか、あの、なんだろう、うん、外野の取った人すごかった。あー、そうだね、うん、ナイスプレー、うんうんうん、まあすごいね、野球で盛り上げて、うん、で今からね、彼らもシーズン入るっていうんで。あ、そうなんですね、うん、もうすぐね、また試合だと思うんで、うん、ね、野球もね、また日本の野球も見たいなと思ってます。うん、うん、楽しみ。はい、はい、そしてね、沖縄も夏っぽくなってきましたね、季節変わって。本当、もう冬、もう今、今日25度多分越してるよね、多分ね、26度とか、うん、ね、車で来る時もね、もうクーラー回して来てたし、ね、まあ、いよいよ夏来たかな、まあ、夏というか春から夏に入っていくかなって感じのね、うん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 、確かにちょっと蒸し暑くなってきました、うん、沖縄は、うん、いろいろ出かけようかなと思ってます。またね、今週末もいいですね、うん、あ、いいな、うん、予定があるんですか、なんか、うん、まあ、まあちょっと遠出しようかなと思ってます、今週末は。いいですね、うん、なんか北部の方に、那覇の方からね。なんかツツジ祭り終わったか、うん、あ、そうだね、ツツジ祭りは多分もうそろそろ、もう終わるか、多分終わりかなと思うんだけども。夢ですよね、やんばるの、うん、まあ、名古屋も最近行ってないんで、うん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 、いいな。運転は大事、あの、得意っていうか好きですか、うん、佐藤さん。あ、僕、はい、あ、まあ全然、うん、遠出も苦ではないですか、うん、全然苦にならないし好きだし、はい、うん、ね、行きながらね、コーヒー飲んだり、ちょっとね、食べ物をね、美味しいの、うんうん、寄って食べたりとかするのすごい好きなんで。あ、いいですね、うん、佐藤さんも車運転、あれ、どう、ドライブとかよく行く？あーに、うん、あ、うん、でも一人では行かないから、うんうんうん、なんか予定がないと、しかも、うんうん、あんまり自分で運転しない。うん、あ、そうなのね、うん、まあね、天気も良さそうだからちょっとドライブ楽しみだなって感じね。そうですね、うんうん、いいといいですね、天気ね。あ、コメントが来ております。北部でイノシシ、いいっすね、一応イノシシいるみたいよ。いるの、うん、怖、僕の先輩なんかね、イノシシ、はい、鍋にしてとか。 あれですよね、あの、うん、なんて言うんだっけ、こういうジビエ、あ、ジビエ、あ、そうそう、うんうん、そうだね、そういったね、かん、まあ、関係ですよね、なると思う、うん、食べたことは僕もないんだけど、うん、あるイノシシ、私もないような気がします、うん、鹿とかね、イノシシとかね、うんうん、ちょっとヤギが苦手なんで大丈夫かなと。はい、コメントありがとうございます。それでは曲を紹介していただきましょうかね。はい、そうですね、ですね、今日の、曲は、あの、スティービー・ワンダーのですね、うん、I Just Call To Say I Love You っていう曲なんですけども、はい、うん、でこれ、まあ、日本語タイトルだと何だったかな、ちょっと日本語タイトル覚えてないな。あ、心の愛って書いてるな。ちょっと調べてみたんですよ。はいはい、うんうん、心の愛。心の愛。うん。まあ、多分僕らが中学校ぐらいだから、調べたら1984年なので。そんな昔の曲なんですね。うん、結構前で。うん。まあね、多分 I just call to say I love you とか、電話から、うんうん、あの、愛してるよっていうようなことを、愛してるよって言ってるだけだよみたいな。へー、うん、それで電話したんだけどみたいな感じの多分タイトルだったと思うんだけども、うん、私もこの曲好きです、うんうん、メロディーがすごいし、でスティービー・ワンダーの声ってね、もう僕ら世代だったら声聞いただけ一発で、あ、スティービーだみたいな、あ、うん、あ、その映像見なくても、うん、声だけでね、
すごい特徴ある声で綺麗な、ね、まあ、声というか、うんうん、僕はすごい好きだなと思って今日選びました。じゃあ今日聞いてみましょう。はい、はい、でも本当になんか電話持ちながら歌ってる。ああそうそうそう、ね、今だったら携帯だけど、あの頃有線の電話でした。そうですよね。で来る前ちょっと調べたら歌詞あまりね、どんな歌詞だったかなと思って調べたら、うん、1月から12月までの各月のイベントと なんかそういった類をなんか歌詞にしてなんか伝えてるみたいな、うん、そういった歌詞みたいで。あ、そうなんですね、うん、まあ、もちろん愛してるよっていうのをね、君が好きだよっていうのを言いながらも、そういったねイベント、アメリカのイベント、イベントを月々の、はい、1月から12月まで。そうなんだ、全然知らなかった。あ、今度ゆっくり聞いてみようかなと思って、うん、もうね、サビが結構印象的だから、うん、そんなこと言ってるんですね、うんうん、だからね、面白いなと思ってでした。歌詞、うん、までは調べなかった。うん、ラブソングなんだ。そう、ラブソングね。彼は結構他にもいい曲いっぱいあるし、そうですよね、うん、でもピアノとかも弾くじゃないですか。弾けるか、すごいよね。サムさん、楽器とか、なんか音楽とかは。私、音大出身なんですよ。あ、実は。すごい。どんな楽器ってもいろいろあるじゃない。なんかサックスを専攻でやってて、うん、でもクラシックなんですけど、ずっと、うんうん、それで一応音楽なんか周りにやってる人結構いっぱいいて、うん、その美術とかっていうよりかは、うんうん、美術の友達もなんか結構いるかも、美大とかの友達、うんうん、いいね、音楽やとかみたいなね、やっぱり耳とかもね、あでも来るね。私もそんななんか才能とかではなくて、本当になんか、うん、受験が大変です、うんうん、来るねが、受験部、ちなみにどういった試験やったの。やっぱ実施、なんかピアノを音を楽譜に起こしたりとか。あ、すごいね。そう、できるんだ。そう、あとはもう楽譜見て歌、その音程に合わせて歌うとか。おお、はあ、地獄だったあ、でもすごいな、リスペクトするな。いやいやいや、でも本当に頑張ったな、うんうんうん、なんか音楽、なんか本当に勉強はあんまり、なんかそういう座学はあんまりしてこなかった、うんうんうん、でもね、音楽ってさ、なかなかできるもんじゃないんじゃない、うん、あー、でも行かせるはずになかなかね、できるできる。そろそろ、はい、行きます。はい、スティービーワンダーの I just call to say I love you でした、うん、やっぱりね、メロディーがすごいいいし、うん、まあ、ね、シンプルでね、皆さん知ってる方多そうですよね、うんうん、私もこんな昔の曲だと思わなかったけど、うん、ずっとなんか聞いたことがある、うん、結構ね CM でも流れてるのかな、まあでも結構長くね、はい、ラジオでも流れてる曲なんで、うんうん、いい曲ですね、耳がね知ってるかなと思いました。爽やかでいい曲、うん、はい。そして本日のテーマお伺いします、はい、うん、で今日のテーマはですね、はい、動画と文字どっちが好き
ていうことなんですけども、うんうん、まあ、もちろんねインターネット上でのことなので、まあ、ウェブラボなので、はい、うん、まあ、あのホームページだったりとか、うん、まあ、ブログもそうだし、まあ、SNS、はい、インスタでもそうだし、うん、YouTube とかあるんだけども、うん、まあ、いろんなねあのネット上で見るメディアというか、うん、の中で、ね、動画と、まあ、インターネットって、はい、まあ、文字と画像と、まあ、音声、はい、うん、まあ、これがコンテンツになるんだけども、うん、はい、で、まあ、最近はね動画が、すごい増えてきてるんだけども、うん、やっぱりまだねあのテキストが好きな人も文字が好きな人もいるの で、 でこの辺の理由とかね、はい、うん、でビジネスでね、うん、まあ、聞いてる、まあ、リスナーのあーオーディエンスの方で、はい、自分のビジネスで情報発信するときにどっちがいいのかなっていうヒントに、ね、なればいいかな、うんうんうん、なるほど、うん、そういったことを話しようかなと思ってます、はい、これはやっぱ時代背景によって変わってますか。昔は、うん、あ何が多かったけど今は変わりつつあるみたいな、うん、ああそうだね、まあ、昔はまあ僕らの世代というかね、はい、まあ、僕が起業した20年前はもうほぼほぼもうテキストがメイン で、 で画像はあるけどもちょっと説明ぐらい、うんうん、今ってそのホームページ上でもその動画って流れてる、うんうん、流れてる流れてる、うん、あのね、YouTube をね埋め込んで、うん、まあ、よくあるケースがね YouTube 埋め込んで、はいはいはい、うん、あのこのもうクリックすればその YouTube 飛べますよみたいな感じですか、うんうん、まあまあ、クリックしても見れるし、うん、でホームページ上でもそこでもね流れてる流れてる、うん、まあ、ボタンを押すか、まあ、自動で流したりもできるんだけど、うんうんうん、やっぱりあの動画もねやっぱり今分かりやすいし、うん、情報量もねあの文字よりもかなりあの入ってくる脳に入ってくる目から視覚から入、うんうん、まあ、耳からも入ってくる情報ってすごい量が多いんで、はい、まあ、僕らはまあ情報発信する方としたら動画はできるだけ動画使いましょうみたいな形でね、あ、そうなんですね、うん、実は言ってて、へー、うん、だからなんか今はねその動画が結構皆さん誰でも簡単に、うん、そうそう、このスマホも結構カメラ機能も良くなってきてるし、そうだよね、そうカメラとかパソコン用意しなくても意外と手軽に作れちゃうってイメージがあるんですけど、うん、そうそう簡単だよね、うん、でもどうだろうな、うん、どっちがいいんでしょうかね、どっちが、うん、そう、それなんそうなんでね、今日のテーマはそこなんだけども、うん、実はねあの、どっちがいいかっていうと、まあ、それは結果から言うとね人それぞれなんだけども、うん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 、で、まあ、人にフォーカスすると、で人のねやっぱりあの、性格みたいのがやっぱりあるみたいで、うん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 、であるこれね、テッドトークかな、なんかテッドっていうねあの、はい、プレゼンテーションするそういったね、うん、あのところがあるんだけども、はい、でそこでの中で、うん、まあ人間3種類いて、おう、うん、で佐藤さんどっちに入るか教えてね後で、はい、うん、で一つ目がね、すぐ結果を知りたい、はい、うんうん、もう回りくどいこといいから、はい、自分に対する、まあ、どういった結果が欲しい、どういった変化結果がで、うんうん、あの僕に手に入るのみたいなのをまず知りたいっていう人と、うんうんうん、あ僕はどっちかというと次のタイプなんだけども、はい、あのプロセスとか、うん、あのね、工程とか、うん、このこれまでの行った経緯、あ答えにたどり着くまでの、たどり着くまでの経緯も知りたい、経緯、うん、経緯が知りたい人、はいはい、うん、どういったことをたどりながらここにたどり着いたんだっていうね、うん、そういったね、はい、ところを知りたい人と、はいはい、で、でもう一個がね、何だったかな、経緯を知りたい人と結果を知りたい人と、あれだ、理由だ、なぜだ、うん、Y があって、うん、なぜこんなことしてるのみたいな、あその手前ってことですか、 その工程よりも、うん、もっと手前から知りたいってこと、 その出発点、どうしてあなたはこんな商品作ってるのとか、あ、うん、はいはいはい、うん、どうしてなぜこんな商売してるのとか、なんでこれ作ったのとかね、はい、うん、そういったことを知りたいみたいなタイプがやっぱりいるみたいで、はい、で、まあ、そういったタイプの時に、うん、まあ、結局すぐ結果欲しいって言ったら動画ですぐ説明した方が早いんじゃない、ね、結果を知りたい人に対しては、うん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 、そういったのが動画がいいし、うん、で僕みたいなプロセスを重視するっていうかね、うん、あのこういったどうしてここまでたどり着いたんだろうっていう人は、うん、まあ、動画でも説明できるけども、だいたい文字でねコツ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 書いて読みながら、はい、自分でね、うん、解釈しながらっていうので好むので、 で、ね、でそれぞれ人に合わせて、うんうん、あの文字とか画像とか、うん、あのまあ、どっちがいいかがあの 選ぶっていうかね、発信する側もね、うん、選択するし、でも、うん、結論から言ったら、はい、あのどれか3つのうち1個やればいいっていうわけじゃなくて、最終的にはこの3タイプの人たちがあのを納得できるようなものを揃えた方が一番ベストって言われてる。ああ、でもそうですよね、割合的にどうなんだ、なんか、うん、ね、あの全然違いそうですよね、うん、佐藤さんちなみにどのタイプ。私はあのあれです、一番最初の結果知りたい結果なんかあ結構ね、うちのかみさんもそんなタイプなんだよね、はい、なんか、うん、人の
喋ることも、うんうん、なんかあのすごい、うん、あの行き着くまで長い人いるじゃないですか、うんうんうん、こうこれがこうで、うんうんうん、多分あの、はいはい、話上手だと思うんですよ、うん、そういう人たち、うんうん、で私すごい話が下手なんですね、うんうんうん、結果から言っちゃうタイプ。いや、そうでもないよ。本当ですか、うんうんうん、でだから、うん、待って最後はどうなってるの、うん、みたいな感じでちょっと端折っちゃいます、うん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 、まあでもねこういったタイプはどちらかというと経営者タイプっていうかね企業家タイプっていうか、うん、会社経営とかしてる、まあ、リーダーの人たちはもう時間がないんで、うん、とりあえずもう結論から先に聞かせてみたいな形になるんで、うん、そうですね、うん、なんか言うとき、うん、なんか人と喋るときはまずは結果から自分は言っちゃいます、うん、なんかこう でそれでなんか相手がもっと知りたいみたいな感じだった内容を話すけど、うんうん、そうそう、でも結局、うんうん、自分が嫌だからそういうのが、うんうんうん、なんか結果から言っちゃうっていういやでもめちゃくちゃでもそういった意味では、うん、佐藤さんの性格はこういったねビジネスしてる企業家同士のプレゼント家だと、はい、もうめちゃくちゃいいタイプ、うん、思考的には、はいはい、僕は逆にあの違ってて、うん、あのプロセス重視なんで回りくどい、うんうん、回りくどいというかねいきなりすぐ結論に行くよりも、はい、あのそういった工程を話しちゃうんで、うんうんうん、で僕が起業した時は、ね、経営者の人とね、はい、やっぱり商談で僕はどっちかというと売り込みに、ね、はい、商談でこういったサービスがありますということで御社にとってこんなメリットがありますって言うんだけども、うん、そのメリットを言う前に回りくどく言ったりしてあの結構言われた。あ、うん、そのそっか、稲見君いいから何ができるのみたいな。ああ、そうですね。そういった意味では、はい、あの、うん、あの僕はそういった面で。研究者の方とかそうじゃないですか。あ、そうだね。そのプロセスというか、うん、それがないとね、あの、うんうん、できないですもんね、研究もね。うんうん、だから多分、研究者、うん、なんか、だからすごいなと思います、うんうん、ね、まあ。ということで、結局ね、人それぞれでね。うん、そうですね。うんうん、この二人でも違うわけだから。ね、うん、もう世の中を相手にしたらね、いろんなパターンの人が、うんうん、そう、いるですよね。そこのね、またどっち重視か、はい、うん、でもどっちで佐藤さんは結果重視なんだけども、うん、でもね佐藤さんには結果だけ知ってもやっぱり最終的にねちょっと高い商品とか買うときになってくると、はい、やっぱりそういったねどうしてこれが高いのかっていう理由も必要になってくるし、はい、うん、調べる調べるそれは、うん、どうしてこういったのを作ったんだよっていうね作り手の側の思いとかもね、うん、やっぱり発信しないといけないの で、はい、そうですよ、結果的にはね、うん、あの3つとも用意はしないといけないんだけども、まあ趣がどっちか先に何を伝えるかっていうところから言うと、はい、そういった3タイプがあるっていうことで、うんうん、でもねやっぱりなんかそれぞれのメリットもありますよね。そのテキスト化したやつは、うんうん、なんか後からなんか見やす、うん、見なんだろうな結構頭に入覚えてるのはテキストだと思うんですよ、うん、で動画で、うん、まあ、工程とか説明されても結構流れちゃう自分の中で、うんうん、ね、ちょ多分入ってこないかもしれないね。そうそうそう、だからど、うんうん、短い動画でその、うん、パンってこういう商品がありますって言ったら、うんうんうん、一応目に見えるからどんな商品かっていうのが一目でわかるじゃないですか。だからあこれ欲しいって思えるけど、うんうんうん、まあまあ後々それが高いものとかになってくると後で調べるから、うんうん、そうだよね、忘れちゃったりとか動画の場合だとするので、そうだよね、まあ、そうかそうか、どっちもいいですよね。そうそう、あった方がね、確かに、うんうん、まあ、どっちも必要だしね、うん、あそうか、なんかちょっとコメントが入ってて、はい、ちょ飛ばしちゃいました。なんかスティービーワンダーも良いけど、コザには MR スティービーがいらっしゃいますということで、FM コザにはいるんですかね、はい、FM コザ、コザにはいるのかな、うん、はい、あ、これ、ジュンジュンさんから、ジュンジュンさんですか、はい、うん、はい、どうもありがとうございます。あ、そっか、さっき北部でイノシシ狩りですかっていうのも、はい、ジュンジュンさんなんですかね、なんですかね、うん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 、ありがとうございます、ありがとうございます。そこそこ、うん、はい、すいません、ちょっとね今目に入ったんで、うん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 、なので、まあ、ちょっとね話戻るんだけども、はい、うん、こういったねインターネット上から、うん、まあ、例えば佐藤さんが商売して、はい、で何かお店を持ってて、うん、まあまあ、パスタ屋さんやってて情報発信しようと思ったら、はい、こんな3タイプの人たちがいるので、うんうん、それを意識して情報発信した方がいいっていうことと、あ、そっかそっか、うん、でもあとは今ねやっぱりみんな忙しいし時間がね、うん、あれも見たいこれも見たいなので、うん、あのもうまあ、結論書いてたら先に結論をですね、結論言った方がいいやつ、うん、コンテンツは、うん、はい、こんなことができます、あなたにこんなメリットがありますって言って、うん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 、それからその理由とかね、はい、うん、っていうのをいろいろ文字とかね、あの情報を使って伝えていくみたいな。そっかそっか、うんうん、じゃあそういうことをアドバイスして顧客さんにはしてるって感じの、うんうんうん、そうそう、うん、ね、うちもあのお客さんの方でホームページ作ったりとか、うんうんうん、ネット広告打つお客さんとかにアドバイスするのは、はい、うん、まあ、そんなことをね一応話はしてる。あ、じゃあ動画も、うん、動画も必要だし、テキストも、うんうん、ね、いろんな、ね、お店があるから確かにそうですよね、うんうんうん、
いろんな、ね、タイプの3タイプいるし、うん、こういった趣がそれぞれ違うから、うんうんうん、どっちにも対応できるようにやっていきましょうみたいなね。お、うん、なんかなかなかね、なんか、うん、本当に媒体が多すぎてっていうか、うんうん、まあね、SNS でも、もうめちゃめちゃ種類あるじゃないですか、うんうんうん、その中でね、ホームページもあるし、そうそうってなるとね、うん、情報が多い、あの、うん、消費者の方は情報が多い中で、うんうん、そのピックアップするっていうのは結構、うんうん、ピックアップされるためにはって考えると結構難しいかもしれないですね。そうそうそう、うん、そこ難しいんだよね、うん、確かにな、うん、まあ動画が多いけど、うんうんうん、まあ動画だけでは結構きついというかね。例えば、きついですよね、ね、YouTube だけでビジネスだけすると、うんうん、そういったね、文字を見たい人たちとか、うんうんうん、にとってはちょっと情報としてやっぱり足りないっていうかね、はい、うん、ってなるので、うん、やっぱりどっちも一緒にね、うんうんうん、作っていくみたいな。あ、うん、そうですよね、うんうん、なんかなんかプラスアルファいっぱいあるみたいな感じですかね。ホームページが主だとして、うん、そのプラスアルファ YouTube があったり、うん、そうやって今 TikTok とか短い動画が、ね、うんうん、あ、そうだね、今ね、みんな見るしね、そうそうそう、うん、結構見やすい、うんうんうん、けど1分ぐらいでしょ、パッて終わるしね。もう本当に、うん、いいよね、なんかお店紹介とかも、ね、うん、もう何件もギュッて詰め込んだりしてる動画もよく見るんですけど、うんうん、そっか、なんかいろんなのがあるけど難しいですね、そこから選択していくっていうのは、うんうん、う、結局使い分けが重要 で、うん、でお客さんが探したときにこうたどり着けるように、うんうん、こう情報を設計しないといけないので、 このあたりはね、やっぱりあの、まあ、僕らやってるプロの人にこう相談すると、はい、多分教えてくれると思う、うん、そうですね、自分でやるとね、うん、なんか大変そうですよね、一人は大変だと思うんで、うん、言うと僕らがね、こういった形で、はい、あと、あの、構成作ったらどうですか、うんうんうん、みたいな話してくるんで、うん、なんかなかなかいつも見ているものでも、うん、自分で設計するってなると、うん、確かにどうやったら見てくれるのかとか、うんうんうん、なんか、うんうん、そうだよね、うん、難しいけど、うん、難しいけども、でもね、そう、あの、誰でもできる、実際は、うんうんうん、大丈夫だと思います。お、はい、そっかそっか、じゃあね、なんか、うん、そうか、じゃあ気にして、そうですね、見てみよう、うん、自分はあんまりなんかテキストか動画かってあんまり気にしたことがなかったので、うん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 、今回のテーマで、あ、どっちがよく見てるんだろうなって思って、うんうんうん、私もやっぱりそう動画の方が見るんですけど、うん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 、でもやっぱ勉強とかそうやってもっと知りたいなってなると、うんうん、そのテキストにして文字で見た方が、そうだね、頭に残る、うんうんうん、から、うん、なんか改めて考えてみると、うんうん、あ、なるほど、うん、そういったの意識して見てもらえたら ね、ちょっとやってみます、嬉しいなと思います、はい、ウェブラボなので、はい、そっかそっか、じゃあ今日のテーマ、動画かテキストか、はい、皆様も、ね、参考にしていただけると嬉しいです。そうですね、はい、はい、もうそろそろお時間も迫ってまいりましたので、うん、そうか、もうエンディングか、はい、エンディングですね、うん、はい、わかりました、はい、ですね、じゃあちょっと、まあ、今日のウェブラボは、動画とテキストについて、うん、まあ、テーマにですね、いろいろ話しました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。で、今日のウェブラボは私稲峰と FM 技能佐藤でお送りいたしました、はい、それではまた来週です、はい、また来週よろしくお願いします。